はい、どうもゆたです。本日は、ウォーターインタークーラーウォータースプレーをやります。VAB も S シリーズ207、208とか RAR だとついてんのかな、ついてんのかな。で、ついてる車両あるんですけど、 VAB でも。で、多分オンオフがあれパドルですよね。パドルのところでやるんだよね。あれってどういう制御なんだろうね。多分ヤリスとか勝手にウィーンって等間隔で吹いてくれるじゃないですか。まあ、あれも別にスイッチつければVAB でももちろんできるんですけど、で今回は、リアウォッシャーから、リアウォッシャーの、配線とモーターを使ってちょっとインタークーラーに吹きかけようかなと思ってます。もしかして S シリーズとか RAR ってリアワイパーない、リアワイパーないのか、もしくはヘッドランプウォッシャーかがないから、それを使ってんのかな、もしかしたら。それのモーターを、皆さんウォッシャーの制御ってどういう仕組みか知ってます？ウォッシャータンクがあって、でそれぞれにモーターがついてて、そこにこうウォッシャーのゴムホースがつながってるんですよ。で、VAB の場合、フロントウォッシャーとヘッドランプウォッシャーは同じモーターだったかわかんないけど、同じモーターかもしくは別々なんですけど、ウォッシャーやると多分別々か、ヘッドライトつけないとヘッドランプウォッシャーで出ないはずなんで、別々なんですね。で、リアウォッシャーはリアウォッシャーでモーターとこうウォッシャーのホースがあるんで、で一応その今リアが使ってない余ってる状態なんで、それを使おうと思ってて、でウォッシャータンクの軽量化も考えてて、カンガルーバッグにしようと思ってたんですね。でそっからリアウォッシャーの制御を使ってやろうかなと思ったんですけど、カンガルーバッグってモーター1個しかつけられないんですよ。で1個しかついてないですね。でそれでインタークーラーの制御もしようとすると、フロントのウォッシャーは使いたいんで、フロントのウォッシャーを出しながらインタークーラースプレーをやるっていうような制御になってしまうんで、もしかしたら途中でその電気関係詳しい人は配線どっかでオンオフとかできれば同じモーターでできんのかな、わかんないけど、ただそんなめんどくさいことはできないんで、もう純正のウォッシャータンクを使って、モーターが確か2つか3つもついてるんで、で別々の制御でやりたいんで、リアウォッシャーで、とりあえずリアウォッシャー使ってこう手動でもうやるようにはなっちゃうんですけど、で実際にウォータークーラー使ってどれぐらい吸気温度が下がるかもわかんないんで、一応今シーズン通して一度吹いてみて、まあ後で一応吸気温度の比較は後で動画、走行動画撮りますけど、どれぐらい下がるかで、クーリング中に下げといてっていうのもありなんで、アタック中はね結構忙しいんで、やる暇があればいいんですけど、ストレート長くてとかで、それでどれ吹いてすぐ下がるんであればアタック中にやってもいいし、でそれかクーリング中にバーッと下げといて、それでアタックを乗り切るっていうのもありなんで、とりあえずリアウォッシャー使って、制御していきます。で取り付けていこうかと思います。はい、で一応今回使うのはこれ三つ葉さんのワイドウォッシャーで、で最初1個でいいかなと思ったんですけど、とりあえず2個
にします。でそうするとこの分岐、分岐するやつがあって、この T タイプと Y 字タイプがあるんですよ。で T だと水圧の圧力が均等にならない気がしたんで、ちょっと Y 字タイプもあるやつを買いました。はいはい。でこれがウォッシャータンクなんですけど、今左に見えてんのが、フロントウォッシャーのモーターで、あとここの黒い手前のこれがインタークラーを出す、あ違う、ヘッドランプウォッシャーで、こちらの奥にもう一個右にいるのが、あれが多分リアウォッシャーのモーターなんで、はい、あっちのこのゴム、これゴムホースをちょっと差し替えてやりたいと思います。はい、それで今ちょっと取り付け終わったんで、問題なく出るかちょっとやってみたいんですけど、ちょっと見てくださいよ。ウォッシャーがホース抜いたら全部水がかかった。ちょっとやってみます。出るね、いっぱい出たね。今テストでとりあえずつないでみたんで、どれぐらい発射するかやってみます。結構霧っぽいね、最高だね。はい、で取り回しなんですけど、こうやってきたらここのねちょっと穴を流用してそのままつけちゃおうかなと思ってます。見えるかな、あれあそこのポッチ、あれから吹いていけるんじゃないかなと思ってます。はい、で今ねこれねちょっと取り方わかんなくてもぶっ壊しちゃったんですけど、もう穴がねもうぴったりジャスト、もうこのために作ってやったでしょっていうかのようなもうジャストサイズでした。あんな感じで発射準備 OK って感じになってます。でインタークーラーの、水源をこっちの手前側にしないと、向こう側にセットしてこっち側に吹こうとすると走行風があっちに行くんで、多分こう綺麗にかかんないんで、こっちの手前から走行風と一緒に向こうにこうかけてあげるようにっていう感じですね。はい、で一応配線、配管はこんな感じで、で一応こっちまで回した意図としてはこうまっすぐこう来たかったので、こうやってやってもよかったんですけど、まあこうした方がいいのかなって。で締めた時にここに当たるかなと思ったけど、ここら辺だったん で、あとここはさっきちょっと締めたらこことここら辺だったんで、これをここにずらしたんでちょうどこの隙間に両方入るようになるんで、そこはちょっとずらしました。でノズルの向きを変えれば、あの別にね、で結構ワイド噴射なんで、まあそこは問題ないかなと。でまあちょっと取り付けてしまったんですけど、ちょっと噴射テストしてないんで、これから噴射テストしてみます。で締めた時もこういう感じで、こっちは問題ない、でここも
ああいう感じでちょうどあの間に入るんで、ああいう感じで、うん、問題ないっすね。ちょっと吹いてみます。今動画見たら結構上に吹いてたんで、これをちょっと下に、これ調整式で回るぐるぐる回せるんで、ちょっと下にしてみました。はい、一応これでちょっとセットセッティング完了にしようかなと思います。あんまり上にやりすぎても手前側にかからないし、あまり下にしすぎてもその下のあそこに当たってしまうの でかといって距離を近づけると霧状にワイドにせっかく噴射するのにピンポイントでしか当たらなくなってしまうんで、やっぱ位置はここがいいと思うんですよね。で、うん、で上下と左右は今合わせました。でこのインタークーラーが濡れてるところを見てもらうと分かるんですけど、まあ、真ん中きっちり濡れてます。で横も一応濡れてます。こういう感じ で一応まんべんなくかかってはいるので、まあこういうね端っことかちょっとかかんないですけど、上の方は多分走行風で全体にかかるし、まあちょっとやっぱりどんぐらい下がるかですね。うん、一回やってみるしかないです。はい、ちょっと走行してみましょうか。はい、ちょっとアイドリングして60度になったので、60度からどれぐらいちょっと、まあ同じ速度と同じ止まらないで巡航っていうのはなかなか難しいんで、ちょっとね比べにくいんですが、まあ、61、2度アイドリングからスタートして、まあ、ちょっと巡航してみて、あのウォータースプレーなしでどのぐらいまで落ちるかっていうのをまず測ります。でそれが測り終わったら、ウォータースプレー拭いてどのぐらいになるかをちょっと決めたいと思います。ちょっと露出が合ってないから、見えてないから今52度なんだけど、でちょっとこうやってアクセル踏んでいくと多分吸気温落ちると思います。こうやって踏むとねフレッシュエアが入るんで落ちるのは当たり前なんですよ。あんまり落ちないね。一応今、VAB の外気温度で35度示してます。で吸気温度が51度、で外気温と吸気温の差が16度になってるんで、で一応シーズン中の冬のサーキットでの吸気温データと夏の吸気温データっていうのも一応僕の方で持ってて、一応冬場でも、外気温プラス10度が限界でした。吸気温度はで例えば、まあ、外気温度が15度だとすると25度とかね最低でも、で夏場の外気温度例えば35度だったとして、でクーリング入れて目いっぱい下げてもプラス10度の45度とか、そんなもんが一
一応吸気温の限界、最低吸気温の限界で、ちょっとアクセル踏んでみますよ。こういう感じでフレッシュエアを吸うと下がるんですよ。でアクセルオフしちゃうと逆に負圧で、まあ、あのフレッシュエアの空気 流入空気量っていうのが少なくなるんで、センサー付近にいる温度のいる空気の温度になるんですよ。だもちろん踏むと下がるんですけど、だそれが難しくて、踏める環境にないと逆に言ったら落とせない。ただやたらめったら踏んで高回転とか使うと今度はエンジン自体が熱くなって吸気温度も上がってくるんで、低回転でなるべくアクセルを踏める環境っていうのが一番いいと思っていて、ちょっと今しばらく走ってますけど、プラス16度15度ぐらいがちょっと限界っぽいっすね、巡航だと。でここにウォータースプレーをかけるとどれぐらいになるかっていうのが今回の実験です。であとこれは余談なんですが、結構 OBD2 で吸気温度見てる、管理してる VAB 乗りの方結構いらっしゃるんですけど、まあ僕も昔からそうなんですけど、VAB の OBD2 の外気温っていうか吸気温度に関しては、あれエアフロセンサー、エアフロの、吸入空気量というか、まあ通過した温度なんですね。なので要は外気温がエアクリに入った瞬間の温度なので、外気温が通った温度なんですよ。あれぶっちゃけインタークーラー通った後とかのインマニの温度とかではないので、よく外気温下がったとか、吸気温、吸気温度下がったとか、結構外気温に近い温度言ってる方もいらっしゃるんですけど、あれただの外気温です。はい。で僕じゃあそれ今測ってんの外気温じゃんって思ってると思うんですけど、皆さん、僕の場合ちょっとね小細工してまして、WRX 系インプ系っていうのは、ずっとインマニの中に吸気温度センサーっていうのはもうインプレッサの頃からあって、一応そこから僕の方は、吸気温度見れるようにしてます。外気温の吸入温度見てもしょうがないんで、一応インマニからセンサーを一応取ってあるんでね、WRX 系はもともとちょっとそちらの方から拝借してます、温度は。なので昔よく動画でね、僕もまだ知らなかった頃、吸気温度は外気温プラス3度まで下がりますと。結構じゃあ吸気温度下がるんですねっていう話だったんですけど、実はそうじゃなかったっていう感じです。はい。ということなんで、一応まあ僕が今やってるのはインタークーラー後の、温度になりますんで、一応そちらだけちょっとご了承いただければと思います。でこれからもう一回ちょっと巡航して温度見ていくんですけど、だいぶさっきよりアイドリング長い状態で、エン
ジンルーム内も先ほどよりは暑い状態と思われるんで、インタークーラーも先ほどよりはちょっと不利かなと、だいぶ温度も上がってて、まあその中で実験するんで、さっきよりこれで下がれば、まあ効果はあるんではないかと思われます。で、あとその水のかけ方なんですけど、あのびっちゃびちゃに濡らしちゃうのか、それともちょっとその蒸発というか、ちょっと濡らして乾かして、ちょっと濡らしてみたいな感じでやった方が下がるのかどうかっていう、そのかけ方もちょっとまだ僕分かってないんで、どれぐらいかけるかっていうさじ加減もまあ分かってないんでね、まだ今つけたばっかりなんで、はい、なんでちょっと最初は結構ぶっかけてやろうかなと思ってます。はい、だいぶぶっかけて、でその後ちょっと等間隔でちょっと開けながらかけるっていうやり方をちょっとやってみようと思います。動きましたけど、ちょっとさっきと、まあ、68度まで上がっちゃってるんで、さっきとちょっと多少計測に誤差はあるんですが、ちょっとやっていきます。もうぶっかけちゃうか。エンジンかけてるとウィーンっていう音が聞こえないから、かかってんのかちょっとわかんないな。あるかもしれないぞ。あ、はい、そういうのいいんだよ、早く温度見たいんだよ俺は。今もう一回ぶっかけてます。お、46まで落ちた。え、これ結構、外気温プラス10度ですよ今。45まで来た。すごい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 よ。効果、お、44まで。マジでもっとぶっかけてみよう、これ。43。え？ 44 になったけど、今結構ぶっかけました。いや、でも、これ、ぶっちゃけ、相当ウォッシャー使うじゃないですか。だからタンクに結構入れなきゃいけないんですよ。そう考えるとね。その重さ、フロントノーズの重さを取るのか、吸気温度のパワーを取るのか、どうなんだっていう話なんですよね。ヤリスとかはリアにウォッシャータンクあるし。いや、でも42までちょっと踏み込んでみますか。おお、でも、まあでも
下がることは分かった。確かに下がることは分かった。すごいな、アクセルオフにしてる時間もあるけど。結構今ぶっかけてんだけど、これどのぐらい水を消費してるのか。今ほぼほぼアクセルオフでフレッシュエア入ってこない状態なんで、ちょっと上がったりしてますけど、すごい。